モンスターケニチ TV。1200人ありがとうございます。どういうことなんか、下ネタではねえか。大丈夫か?Hey guys, モンスターケニチ TV。ワンピースの世界では子供の方が強いのではないかという考察をしていきます。海軍の新戦力がわざわざ子供なのが違和感がある。イム様はあえて子供の状態のまま不老手術を受けたのか。ルフィが二課の状態でふざけているのは子供の要素なのか。ボニーが捕まっていたのはなぜか。ロジャーたちが笑ったのはもしかすると子供に関係するのか。今後は子供というワードがアチーでございます。なるほどな。子供がなんか鍵を握ってそうな感じ。ふざけてる能力とかも、子供の発想とかね。あとトリケラトプス、ブラキオザウルス、プテラノドンとかのあの、ありえない性質。プロペラみたいに回ったり、ゴムみたいに伸びたり、なんか中だけすっぽ抜けたりとかっていうのも、あれも全部子供の意思というか、が介入している可能性みたいな。子供に注目せよみたいなことか。子供っていうワードに注目すると、あっちかもっていう話か。子供の人体実験。パンクハザード、確たる証拠があって、もう子供が絶対に重要ですっていう断言というよりは、なんか子供を匂わないっすかっていう話だよね、多分ね。確かに匂うよね。イム様子供説とかね。これがしかもロジャーたちが笑ったことに関係してったら、まあ確かに熱いか。なんか子供が書いたなんかがあったとか、子供が考えた何かがあったとか。何言ってんだ、ロジャーガキでもある名詞があるから、まあ、ワンピースの正体には、まあ子供の意思とか、なんかそっちも絡んでてもいいか。新時代が、テーマだから子供は絶対大事なの。まあそうだよね。で、こんなに怖いか新時代がっていうね、そこでシャンクスが思い出したのはまさに子供たちだからね。ルフィ幼少期、モモの助幼少期、ヒヨリとウタの幼少期、子供が大事なのは間違いない。確かに。注目していきましょうと。チェルシーさんか。1000円ありがとうございます。お疲れ様です。読み読みの実の光景についてです。ブルックが亡くなった後生まれた実はロックスが食べ、ロックスの魂が黒ひげに乗り移っているのではないかと考えております。コマの実は魂との契約と考えており、ロックスの生前の魂との契約、読み読み、死後の契約、闇闇、黒ひげの魂、グラグラになると考えております。読み読みの能力で魂を見て、闇闇で読みの国に行く前に引き込むことができるのではと思っております。で、読み読みのあの特殊さ加減、ブルック自体が今のところギャグキャラというかね、シリアスさの少ないキャラクターみたいな形で進行しているんで、これ裏を返せばシリアスな何かが後からあると引き立つキャラクターなんですよね。ロジャーっていうルーキーがいたようなみたいなね。読み読みの実もしかも特殊な能力なんで、ブルックが活躍する何かがね、どっかで来てもいいような。いや、ただ今回ヘッドで、まあ、ボニーが活躍するとか、最悪の世代のウルージを除いてほとんどもう最悪の世代とは絡みがねあるんですが、なんかそんな物語になるのかな。エルバフいつだ、この後エルバフなのかな。いや、マジ読めねえな。エッグヘッドがあって、まあフランキーとかサニー号とかの強化とか、なんか科学者系のイベントがなんかそこそこありそうなところで、次の島がエルバフなのかわかんないですけど、そこでもウソップとかがね、ウソップのパワーアップイベントとか、ウソップが一時脱退するのかとか、いろいろ考察はありますけど、ブルックどこで包括されんだみたいなね。だからどこの国の騎士団だったのかみたいな、どっかのね国の騎士だったから、その国にやっぱり行くとかっていうのが一番ストレートなのか。どっかの王国の護衛団か、ルルシア王国の可能性とかもあんのかな。まあ読み読みもそうなんですけど、それ以上にそのどっかの王国の騎士団だったっていうこの伏線がどうやって回収されるのかとか、おふざけキャラのブルックだからこそシリアスな物語みたいなのが差し込まれると熱くなれる感じはするんで、それがどこになるかっていうね。ムムムさん、にゃこちゃんありがとうございます。古代兵器は兵器的に使われているだけで、本来は別の使い方があったりしませんか？運動会会場の設営とかに。運動会というのはね、まあ、私は夢の果てで考察している文言でございますが、古代兵器を誰が何のために作っていったのかみたいなね、ポセイドンが作られた兵器の感じがしないんで、もともと青色の星にあった強大な力っていうのがポセイドン、この力をよく思わない奴らというかね、なんじゃあれ、あんなチートやろっていう人間たちがそれを古代兵器と名付けたっていう。発端がポセイドン、それを滅ぼすために作られた
られたのが古代兵器ウラヌスで、それを止めるために作られたのがプルトンみたいなね、なんかそんな順番なんじゃないかっていうこうお話をさせていただきましたが、本来は別の使い方がある。プルトンの考察の時にもお話ししたんですけど、ウォーターセブン編でまあプルトンの話ありました。で、空島編でも古代兵器ポセイドンのありかっていうことで古代兵器の話ありました。って考えると、このウォーターセブン編でも空島編でも正しい使い道と間違った使い道みたいな話がある。で、ウォーターセブン編ではバトルフランキーを作ったフランキーの知識と技術とか、バトルフランキーそのものとかの部分で、まあそういう話がなされている。正しい使い道、間違った使い道。で、空島編ではダイヤルですね。ダイヤルの説明のところで正しい使い道と間違った使い道の話がされる。ということで言うと、古代兵器っていうのは、兵器と名付けているのはその敵対する勢力ですけど、本来は正しい使い道があると。で、まあ、古代兵器ポセイドンっていうのが、まあ、一番わかりやすいですよね。ポセイドンがね、海洋類を操れる、イコール海洋類を世界中で暴れさせれば、それこそ世界中を滅ぼす力になり得る。ただ、それを世界の大災害から免れるために、箱舟ノアを引くっていう役割を全うすることによって、世界を救う、命を救う愛の力になるっていうね。人魚姫のことをポセイドンって呼んだ敵対する勢力、まあ世界政府ですけど、こいつら側からすると、いや、あんな海洋類を操れるなんてもう恐ろしいっつって、世界を滅ぼす力だあれはっていうね、そういう認識なんでしょうね。ただでもそういう考えでいくと、今回のイム様のあの攻撃、あれどうやって正しい使い道として使うんだみたいなね。まあ私はだからプルトンの考察がああいう攻撃だと思ってたんで、雷号みたいなね、垂直落下式の、で一発放てば島一つ消し飛ばす古代兵器っていう。そういう見方で言うと、あの攻撃を政府の支配の中心であるマリージョアに落とすっていうね、それが正しい使い道というか、支配体制を終わらす、世界を分断するレッドラインを崩壊させるっていうのが正しい使い道、それを人に向けたりね、国に向けたりするっていうのが間違った使い道でいいのかな。でもそうなってくると、もうプルトンどうなんだっていう話なんだけどな。結局冥界とか黄泉の国関連の兵器なのか、ギリシャ神話オマージュで、あるいはローマ神話のプルトンで言うと、まあ地下を司る神なんで、まあ地底とか地下とかね、まあ和の国とかが岩盤をボーンって囲んで雨水を溜めて、地下の和の国、元あった和の国っていうのは水没して、その上に今現在の和の国があるみたいなね、描写があるんですけど、それが古代兵器プルトンの地下を司る兵器によるものなのかとかね、その辺をどう考えていくかっていうね。あ、そうだね、プルトンの設計図見た時のフランキーの反応がこんなもん人間に作れるのかっていうのも忘れちゃいけない。そうなんだよな。いや、難しいんだよな。だからポセイドンっていうのが兵器でも何でもない遺伝のこう螺旋の中で生まれてくるものっていうことを考えると、これが最初から存在していたというかね、自然現象的に存在していた、誰かが作ったものじゃない兵器だ。一番最初にポセイドンがあったと。それを滅ぼすためにウラヌスができた。それに対抗するのがプルトンっていう話をさっきさせていただきましたが、このプルトンがバカの手に渡った時に、設計図の通りもう一個プルトン作って、その暴走を止めようっていう、もう一個プルトンがあるんだよね、設計図がね。ポセイドン、ウラヌス、プルトン、抵抗勢力のプルトンみたいな。そこが、こう、ごちゃつきがすごいよな、なんか。いや、もうちょっとね、この辺がどうなるかを考えていこうと。二課の能力があれば作れるみたいな、そうなんだよな。ここにだから悪魔の実の能力も関わってくるし、で、ジョイボーイが二課の実を覚醒してたっていうのもあるんです。その辺考えていくと結構熱いのかな。かつて栄えた巨大な王国の王は、まあ、ジョイボーイでした。で、ゴムゴムの実が数百年間覚醒することはなかったっていうワードがあるんで、まず間違いなくジョイボーイは二課の覚醒者であったと。で、ルフィのあの二課モード、ギアフィフスのあの感じが、もうまさにジョイボーイだと多分思っていれば良いはずで、イム様の今回のあの攻撃ね、あれがそのニカがいるかつて栄えた巨大な王国にあの攻撃が発動されたと。で、どうやったら防げんだろうな、あのイム様のあの攻撃は。ニカの自由だけじゃさすがに防げねえってことだよね、やっぱり。なんかそんな規模の攻撃に見えるよな。いくらルフィがジョイボーイがニカになったとしても、自由に何でもできるとしても、あの攻撃には耐えられない。だからこそ合わせ技みたいなのでプルトンが必要なのかな。巨大化できれば防げんのかな。その辺だな。